あらっしゃい、メンテンチャマ総大将のチャマでございます。本日は、髪の毛、蒙古タンメン中本スタイルでやらせていただいております。よろしくお願いします。今日はですね、お話をさせていただきたいわけですけども、初有志いただきました。本当にありがとうございます。もう口座に振り込んでいただいて、融資をねいただいたという形になります。本当にありがとうございます。で、交渉をお話いろいろさせていただいてたんですけども、何人かの方と、初めての融資は、私の吉本時代の同期であり、レオ座の前に組んでいた小山幸太郎というね、ツイッターで4コマ漫画を描いている人間がいるわけですけども、その方から50万円の融資をいただきました。で、それと同時にですね、僕の動画の告知を見て、ちゃまくん協力したいですっていうふうに言ってきてくださった、視聴者の方ですね、ちゃまキッズと言っても言いましょうか、その方から30万円の融資を本日いただきまして、合計80万円になりました。本当にありがとうございます。はい。でですね、融資目標は1500万ですから、1500万円集めるためにですね、皆さんに、そしてこのチャマの、ラーメン屋物語を楽しんでもらえる企画を考えましたので、今日はそちらの方を説明させていただきたいと思います。そしてですね、私が、もうラーメン屋さんで修行しないと、話をしたわけですけど、そのあたりからですね、こいつ大丈夫なのかっていうね、意見あると思うんですけど、まずはそちらの方を説明させていただきまして、今日のね、企画、僕が考えた企画を説明させていただきたいと思います。で、修行するかしないかで言ったら、しないんですけども、その意見は変わらないんですけども、僕がね、説明不足で伝わってなかった部分があるんですけど、ラーメンを全く作らないというわけではありません。ラーメンは家でどんどん自作していって、それを YouTube で出していきたいなと思っております。で、融資を始めるっていうことにあたり、どんどんね、融資をしてもらいたいので、その融資金額に応じて、チャマがどういう、どんどんラーメン屋さんに近づいていく、そういう物語がね、ドキュメンタリーですから、自然と撮れればいいなということで、融資額に合わせて、僕の行動がどんどん広がっていくっていう、システムというか、企画を考えたんですね。はい。それをまず説明させてください。はい、こちらですね。目標金額1500万が一番上ですけども、この画面の画像、左側が、累計融資金額です。100万円いただいたらどうなるっていうのが右側です。自作ラーメン開始。ラーメン作成開始だということでございます。で、300万円貯まったら自作製麺開始。製麺機をうちに置いて、麺も作るよと。だからスープと麺どっちも自作になるよと。いよいよすべて自家製にと。で、その次が600万円です。累計600万円の融資をいただいたら、店のコンセプト会議を始めますと。味はどうする？場所はどこに出そうと。ターゲットは誰だと。どんなラーメン屋さんにしたいか。それをね、YouTube、ライブなり、動画なりでどんどん出していくっていう感じですね。で、その次、1000万円ですね。1000万円が貯まったら、店舗を借りようという動きをしていきます。はい。実際に店舗をいろいろ回ったりとかですね。街ブラロケじゃないですけど、どんな人がいるんだとかね。競合のラーメン屋さんはどんなのがあるかなとか、ここのに住んでいる人たちはどんなラーメンを求めているだろう、そういうコンテンツを取っていくという感じでございます。で、その次、最後1500万円貯まりましたら、いよいよ営業開始ということで、皆さんとね、ようやく会える、日がを迎えられるということなんですけども、これによって融資金額に合わせて僕の行動が変わっていきますから、どんどんステップアップしていけると。で、さらにですね、こちらやはり、早くからね、融資していただいた方、融資していただいた方に、特典をね、ご用意させていただきました。まず、100万円まで融資していただいた方、ラーメン永久無料券です。はい。これもラーメン永久無料です。どんどん食べてくださいと。ただです。で、その次、300万円までに融資していただいた方は、このタイミングで僕はラーメンを作るなり、自家製麺を作っているわけですけど、家まで来たら試食できますという感じです。交通費とか出ませんけど、遊びに来る感じで、おい、ちゃまどうだと、うまくいってるかみたいな感じで、家に来ていただいたら、その日出せるラーメンを試食してもらうという感じですね。事前予約というか、連絡はしてください。
で、その次、600万円までに融資をしていただいた方には、コンセプト会議に参加できますよと。まあ、お店の方向性とか、どういうか、ああだこうだ、意見を言ったり、アドバイスしたりできますよと。まあ、それが通るかどうかは、まあ、みんなで考えて。で、最終的には僕が判断してという感じになります。で、その次、1000万円までに融資していただいた方は、まあ、店舗を借りるっていうところで、一緒に物件回れますよと。まあ、コンセプト会議で決めたことが、ちょっとずつ形になる。そういう場面に立ち会える。一緒に楽しめるっていう感じですね。で、その次が、1500万円の融資。オープン前にお店に応援。どうだと。あと1週間だな、チャマ。頑張れよ、みたいな感じで声をかけたりとか。うん、ちゃんとやってるかと。監視に行ったりとかね。冷やかしに行ったり。で、まあ試食もできますよ。まあこの頃にはもう、このラーメンで勝負するんだっていうのが出来上がってるでしょうと。で、こういう場合ですね、先に融資するっていうのはなかなか勇気がいるんですね。まあ融資金額が溜まっていった後だと。まあそれだけ融資をしたんだっていうことで。それが信用につながりますから、その、後から融資をするより、やっぱ最初に融資する人がちょっと怖いっていうのがあって、早めに融資をしていただいた方には、その後の特典も追加されます。だから例えば100万円までの融資をしていただいた方は、ラーメン永久無料券だし、家まで来たら試食できるし、コンセプト会議に参加できるし、一緒に物件回れるし、オープン前に遊びに来れるみたいな。まあそれはまあこのプロジェクトをねみんなで楽しんでもらいたいっていうのが考え方であって、まあお金を貸してもらってそれはちゃんともちろん返すんですけども、それ以上のやっぱりそのお気持ちがあったわけですから、それ以上の楽しみとか、喜び、よかったなーっていう人生のなんか彩りとかになればいいかなと思って、まあこういう特典を付けさせていただきました。で、まあご参考までにぜひよろしくお願いします。これを見て楽しいなと思った方、ぜひ僕のね、ツイッターまで、アットマークちゃまくんちまで、ご連絡ください。まあ、流れとしては、DM しますと。じゃあ僕が LINE 送りますと。まあ、LINE でも何でもいいんですけど。まあ、通話しますと。で、やっぱ、融資もね、何件かお断りさせていただいてるんですよ。というのも、やっぱりその後、ラーメン屋さんをやるためにお金を借りるわけですから、この人に借りてしまったら、後々トラブルになったりとか、まあ、ラーメン屋さんへの道が逆に遠のくぞみたいな感じの方にはね、ちょっとこちらからお気持ちは嬉しいんですけど、まあ、すいませんということでお断りさせていただいて、2件か3件ぐらいはね、ちょっとすいませんという感じになってるわけですけども、まあ、通話しますと。で、実際どうですか、まあ、僕はまあ、どのぐらい貸してもらえますかとか、あと返済期間はどうですかとか、まあ、そういう話をしてね、あとはまあ、あちらの不安に思ってることもあるでしょうから、こういうとこどうなのみたいな答えて、やっぱ動画では話せないこととかもあるんですね。パクられたくないみたいな感じで、うん、まあ、そういう話をして、じゃあ OK ですってなれば、まあ、あっちがね求める書類、事業計画書なのか、まああんまり事業計画書ないけど、返済、あ、借用書ね、うん、いくら借ります、誰が誰にいくら借ります、でどんぐらいの期間で返済します、返済スタートはこの日です、で毎月いくら振り込みますとかね、そういうのがあるわけですけど、そういうのを送って OK ってなったら、あ、大丈夫です、これで大丈夫ですってなったら、僕が口座を教えますんで、それに振り込んでもらうという形になっています。ただまあ、質問があるとかね、ちょっと気になるぐらいの方でも、ぜひ Twitter で連絡してもらって、まあ、通話でねお話をしてみて、そこから決めるっていうのも全然ありですしね、ちょっとでもお金を貸してみたいな、貸してみたいなじゃないな、このメンテンチャマプロジェクトに参加してみたいとか、チャマに協力してみたいという方は、ぜひツイッターで DM お待ちしております。まあ、そんな感じで、今現在、確約したのが80万円ですね。で、まあ、ラーメン永久無料券、あと2口分、あ、そう、言うの忘れてたんですけど、融資は、一番下の金額は10万円に設定させてもらいました。というのも、まあ、1万円とかでもめちゃくちゃありがたいんですけど、例えば1500万円だと、1500人に1万円を返すとなると、手数料だけで毎月70万円ぐらい僕が負担しなきゃいけなくて、意味がね、お金どんどん減っていきますんで、ちょっとそれはすいません。10万円とさせていただきました。なので、あと2口ね、残ってますから、まあ、ぜひ、ご検討よろしくお願いします。まあ、僕的には、ラーメン、全部面白そうだけど、家まで来たら試食できるわ。までだったらかなりこう、なんかこう、子さんぶれるっていうかね、楽しいかなみたいな感じはしますね。
いや、よりこう、もうほぼほぼまだラーメン屋さんじゃない状態の形から参加できると思うんで、楽しいと思います。まあ、コンセプト会議が一番楽しいかなって思うんで、ラーメン屋さん、まあ、この楽しみが人に、みんなに伝わってるかわかりませんけど、まあ、ラーメン屋さんを作るっていう上で、まあ、意見反映できたりとかね、うん、俺が考えたあのアイディアが実際に物、形になったとかね、そういうのを楽しみになると思うんで、ぜひぜひ、ご参加お願いしますということです。で、その次がですね、クラウドファンディングのお知らせです。はい、チャマウドファンディングとさせていただきました。まあ、こちら、よくあるクラウドファンディングのサイトを利用するとですね、20% ぐらいの手数料取られるんですよ。例えば、まあ、融資金額、上限、あ、下限ですね。下限が10万円なので、例えば、まあ、チャマウドファンディング、まあ、10万入れたいよ、という方、まあ、10万まで設定してるわけですけど、10万入れてもらったら、2万円は手数料取られてしまうと。そうなってくると、かなり、カツカツの、しょぼい特典しか、つけられないので、僕に直接連絡してもらって、まあ、寄付みたいな感じでね、お金を、いただくという形にしました。まあでも形としては、クラウドファンディングと一緒です。で、それ、コースが3つあります。1万円券。で、これただの寄付じゃないんで、1万円券はね、10回分の食券。まあだから、1杯1000円だとして、10回分の食券&永久無料トッピング。100円分のトッピングが毎回無料だよ。このチケットがついてます。これ1万円です。で、次5万円です。で、50回分の食券&永久トッピング券&グッズです。グッズは、T シャツとか、まだ決まってないんですけど、レンゲとか、なんかそういう粗品のようなもの。T シャツはまあかっこいい感じにできるかなと思いますけど、が送られます。ぜひご検討お願いします。で、最後ね、10万円コースです。で、これは100回分の食券&永久トッピング券100円分&グッズ&特別な丼をプレゼントということで、この10万円チャマウドファンディングしていただいた方にはね、その人だけの特別な丼をプレゼントします。だから、その丼をも、家に、あ、店じゃない、店に持ってきて、これで作ってって言って食べてもいいですし、メンテンチャマは店舗営業とライブ配信で通販事業っていうのをやりたいんですね。通販して、まあ、僕はやっぱり他のラーメン屋さんと違って、もう全国に僕のことを知ってる人がいるんで、まあ、九州とかね、北海道でなかなか食べに行けないよっていう人も、そのスープをお届けして、スープっていうかラーメンをお届け、冷凍でお届けするっていうことをやりたいんですけど、その時にね、家で使って雰囲気楽しんでもらうと。で、ライブ配信見ながら、そこで食べてるような気持ちになるっていうのをね、体験してもらいたいなと思ってますんで、まあ、丼、プレゼントっていうか、グッズでつきます。これは10万円ですね。で、チャマウドファンディングは、融資とは違うので、お金は返しません。融資はお金返しますけど、チャマウドファンディングは、寄付なんで、寄付に対してお返しするみたいな感じなんで、まあ、こうなってます。はい。ぜひね。で、まあ、でも、例えば1万円、いただいたら10回分の食券とかって、普通に10回ラーメン屋さん、ラーメン食べに来たのと一緒なんで、まあ、そんなに損は知ってる感じじゃないかなと。で、これがまあ食券の、先行販売と、同じ形になりました。じゃあぜひね、これで、チャマウドファンディング、少額、結構ね、中には、融資って言っても俺、ちょっとしかお金出せないから、融資でいいのかなとか悩んでるっていう人は、結構 DM とか連絡いただきますんで、そういう人は、チャマウドファンディングでぜひよろしくお願いします。で、続きましてですね。まあ、お店の店舗。まあ、これですね。一応これ、スポンサー枠というのを付けさせていただきます。というのも、まあ、スポンサー、でお金をいただけたら、まあ、ライブ配信をするんでね、露出は他のラーメン屋さんよりかなり多いと思うんで、まあ、こういうことも考えられるかなというのと、融資でね、その方はお断りしたんですけど、融資をするし、プラス、ちょっとなんか、宣伝もさせてほしいっていうことだったんで、まあそうなってくると他に普通に貸していただいた方とこうねあれが出ちゃうからちょっとごめんなさいということでお断りしたんですけど、まあそういう事情があるのであればスポンサー枠つけてみてはどうだということで考えました。これも3つです。はい。で、高い方からですね、まあすべて1年間です。看板スポンサーメンテンチャマという看板に、名前が載るよと、サポーテッドバイ何々みたいな、まあ個人名でもいいですし、
企業名でもいいですし、何でもいい。これ100万円です。年間100万円。で、どんぶりスポンサーです。どんぶりのに、名前が載るよと。これ50万円です。で、制服スポンサーです。制服スポンサーは30万円。制服、メンテンシャマの T シャツに名前がつくよという感じでございます。まあ、サッカーとかをね、やってたんで、まあ、こういうの、あるよね、みたいな感じで、そういう楽しみも入れさせていただきました。で、看板スポンサーの場合は、あ、これ、融資の時と一緒で、看板スポンサーの場合は、看板、どんぶり、制服につきます。で、どんぶりスポンサーの場合は、どんぶり、制服につきます。で、制服スポンサーは、制服につきます。ということで。まあ、ご検討。まあ、あまり需要はないかもしれませんけど、ラーメン屋にスポンサーって意味わかんねえな、みたいな、あると思いますが、ご検討よろしくお願いします。ということで。いよいよ、みんなで作るメンテンチャマ、いろんな方に、協力していただける体制が整ったかなと思います。はい。で、今、とりあえず、融資。お金を借りて返します。で、楽しみを提供します。で、チャマウドファンディング。お金をもらえます。寄付してもらえます。その代わり、お気持ちとか、グッズ、プレゼントします。お返しします。で、その後、スポンサー、宣伝してください。この3つです。いや、ちょっと、チャマ、1000円とかしか払えないっていう方、いらっしゃいましたら、連絡ください。個別で考えます。ということで。まあ、とにかく、まあ、こんな感じで考えております。いかがでしょうということで。で、融資の、この企画は、まあ、そのままもう行こうかなと思ってます。結構反応が良かったんで。で、あとは、スポンサーと、チャマウドファンディングに関しては、まあ、ちょっと反応も見たいなっていうので、ちょっと動画出させていただきまして、それに対する意見などがあれば、ぜひ教えてほしいです。お金はないけど、口が出せるよっていう人、ぜひお願いします。はい。俺みたいなやつから、5000円取ったら、大したもんだよっていう人もいると思うんで、そういう、俺だったらじゃあ、俺だったらこんなのがついてたら5000円出すかな、とかね、そういう意見もあれば、ぜひお願いしますということで。現在、融資ですね。融資は進んでおりまして、まあ、メンテンチャマ、このような形でやっていく予定です。で、今、もう、お金を振り込んでもらったのが80万円で。で、こっから、あと、50万円融資してあげるよ。おい、デブっていう人が2名。で、10万円融資しますよっていう人が2名で、全部合わせたら、200万円到達という感じですね。だもう、ちょっとずつ形になっていってますので、ぜひ、よろしくお願いしますということで。もちろん、今提案した、もうお金は一切出せないっていう人も、動画の視聴や、拡散や、コメント、あとは、ライブ、動画を楽しんでもらえるってだけでも、僕はめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひね、金出せねえけど、どうしようとか思わずにですね、もう堂々と、いや、俺は金出さないけど、口出すよ。動画見るよ。まあ、そんな感じで楽しんでいただけたらと思います。やっぱり、ちょっと変わったラーメン屋さんになると思いますけど、まあ、成り立ちが、今までにラーメン屋さんになります。そして、ラーメン屋さんを作って、しっかり営業して、お金を稼いで、人気を得て、名店と言われるラーメン屋さんになる。そこまでのストーリーです。だからまだまだ、10年、20年かかるプロジェクトになります。もっとかかるかもね。かけても、なれないかもしれないし。まあでも僕は、確信してます。これは新しい。ラーメン界に激震走るぞ、ってことです。まあラーメン界なんてどうでもええわって思うかもしれませんけども、めっちゃ面白いと思うんで、騙されたと思ってとか言っちゃダメだ。まあ、参加してください。騙されたと思ってお金を貸したらダメですけど、騙されたと思ってチャマ頑張れって応援してくれたら嬉しいです。ということで、今日は報告の動画でございました。皆さん、メンテンチャマ、みんなの店だとぐらいの気持ちで本気になって応援してほしいです。ぜひ、ご協力よろしくお願いします。以上です。